えこんにちは、そうこのね「即家塾の久保です」っていうふうに誰と会ってもどんな動画の時にも冒頭に挟んでいくそれによって「あこの人は即家塾っていう塾を運営してるんだ稼げそうな塾なんだな何十万ぐらいかな」っていうふうな先入観が最初の1秒2秒でさっと吸い込まれるわけですよね。 いつかこの久保さんの即下塾のことを聞いてみようかな、もしくは聞かされるかもしれないなっていうふうな先入観が少し埋め込まれるわけですよね。で、私も自分の塾のことをどんな会話の中にもさりげなく入れるようにしてるんですよ。ね。いろんなご相談を受ける中で、いや、私の塾生さんにもこういう方がいますよっていうふうに話することによってね、まだ入塾してない、ただ相談事をしただけの方が、あもしかしたら自分も即下塾に入ったら何かチャンスが見つか,るかもしれないなっていうふうに少しずつ思ってくれるんですよね。その中で、 いや何々やさんも速下塾でいろんな方と関わり持って取り組んでいけばカリキュラムは毎日更新してますよとかねポンというだけでそうだなーっていう風にだん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 近づいてくるんですよね、まあ、そして速下塾に入ってない時のあなたの思考と速下塾に入った時のねあなたの思考どっちが先に進もうと思いますか少なくともお金に関してどう思いますっていう風に聞いてしまったらもうてきめんですよねもう断る理由がなくなるって形になってますあの別に私はセールスを常にやっていきたいって思うわけではないんですけどもやっぱりね 自分の商品を手に取った人と手に取らない人どっちがいいかっていうと手に取った人の方がいいに決まってると私は思ってるから運営をやめてないんですよで実際に手に取った人は絶対に手に取らないそっか塾に入っていない時よりも絶対にいいチャンスを開いていこうというふうに思ってるからまあ意欲もひとしおですよねまあそれでね今日の名言なんですけどもあるナンパ師の名言についてお話ししましょうその人はとてもシンプルなことを言ってましたナンパが楽しいわけないじゃんって言ってますよねこれはねあのー、楽しくなる レベルっていうのはあると思いますけども、基本的には楽しくないそうです。それはですね、こういうふうに書いてくださいました。ナンパは楽しくないよ、と。ね。なぜならナンパは苦しいからです、と。やるたんびに苦しいよ、と。度胸がいるでしょ、と。痴漢扱いされると。通報されるかもしれない。ガシガシそういうふうな目に遭うわけですよ。そして否定されます。だから、ナンパ師はすごく疲れます、と。で、あの、とにかくね、10人に行っても10人に断られるわけですよ。なのに、断られた連続のうちにまた行かないといけない。 少なくとも自分の声かけっていうのが否定されたら自分の人格を否定されたような気になってもうやめようかなって気になるんですよ、うん、でもたまにうまくいくうまくいったことで救われるところもあるしうまくいったからといって茨の道はそこからまた始まるわけですよなぜならナンパをしてこちらから声をかけたつまり下点に出たっていう引け目があるからなかなか対等とか強気に出るタイ,タイミングっていうのが来ないんですよね、まあ、ですんでねナンパっていうのはどこまでいっても苦しいらしいです ナンパが楽しめるようになるのは本当の一流で本当の人にいいで、そういう方はこういった名言などをね、出してこないらしいですよ。もう語ることなくずっとやってるそうです。語ることなく。で、人と関わりを持たないそうですよね。まあビジネスにこれを例えて言うとね、あの、最初はビジネスの活動って楽しいわけないって感じると思うんですよ。それは使いこなせてないからなんですよね。さすがにね、サーフィン、波乗りサーフィンしようと思って、 乗るたたびにこけていいら面白くないですよ。ローラースケートもそうでしょかっこよく光源氏みたいに乗りたいなと思って始めるんだけども乗ったら不安定でガーンと転んで膝をすりむいて痛い思いをしてしかも笑われてもしくは自分でこんな情けない姿をね自分で笑ってもうやめようかなと思うわけじゃないですか苦しいですよでローラースケート乗れるようになっても乗って楽しめるところは限られてるしで結構疲れますしね で他にやりたいこともあるのできなくなくっちゃうしまあ大変ですよねローラースケート一つでもサーフィン一つでもでもそれが本当に楽しめるレベルまで来ると苦しいと思わなくなるんですよむしろ苦しんで辛かった時も全部良かったと思えるようになるんですよねそこでツケが全部戻ってくるわけですよナンパの話とよく似てるのはナンパで成功して女の子と付き合いましたねそしたらそれまでうまくいかなかったこと全部が あこのたためめににあっっんんだなてていう,ふうに初めて報われるんですよねビジネスだってねスタートしてからすぐにうまくいくわけないですようまくいくわけないんだけどもそれでもいろんな失敗とか経験が積み重なって初めて商品が売れた初めて自分のコミュニティができたその時に思うわけですよああ今まで苦しかったこと失敗したことやめようかなと思って立ち直ってきたこと全部が報われたなっていうことですよねだからこのナンパ詩の名言って本当にねあらゆるものの本質を言い合ってるんじゃないですか ナンパが楽ししいいわけないでしょ。それはまだナンパのレベルだからですよ、ね。ナンパのレベルだから。いわゆるなんちゃってナンパなんですよ。でも本当のナンパ誌になった時っていうのはその楽しい苦しみを超越して常に行動できるようになってくるモチベーションに左右されなくなるんですよね。そしてビジネスマンもそうですよ。やる気になるとかね。あの面白くないとかね。 そんな自分の感情にコントロールされているうちは、まだまだです。むしろ自分の感情をコントロールすること、そしてお客様の感情をコントロールすることによって自分の商品を売り抜けていくというね。この人の感情すらコントロールするのが、プロのビジネスマンであり、プロのナンパ師であり、プロのヒューマニスト、人間ではあると言えるのかなと思いますね。人の心をね、操作していく。コントロールしていく。まあなんかどっかのね、統一教会みたいな感じですけどね。<laughs> はい、使い方は気をつけてくださいね。いってらっしゃい。